触覚が生えて高原しぐれです。よーいしょー。はい、ということで、あれなんかぐちゃぐちゃになってる。はい、ということで今回ですね、ご紹介するグッズこちらでございます。ドーン、カードキャプターさくら、じゃん。カードキャプターさくらマルチボックス星の杖でございます。ここにね、星の杖が乗っかってるんだよ。ほら、星の杖というか星の鍵というか、はい、ということで、いろんなものが入れられるマルチボックスになるわけですね。なんとですね、こちら、これも、2017年上映した、劇場版カードキャプターさくら第1弾のやつですね、見に行った時のグッズ販売コーナーで見かけたものです。これももちろん桜の、これは星の杖バージョン、桜カード編バージョンと、クローカード編バージョンの、闇の杖、封印の杖闇の杖ってなんかやだな、封印の杖バージョンと両方あって、すっごい迷ったの。めちゃくちゃ迷ったんだけど、これがね、こっちが可愛くて、柄が、それで今回は星の杖にいたしました。ちょっと今ね、上を回して正面ぴったりくくるようにしています。来た、こうだな。はいはいはい、ということで、これね、要は映画館じゃないか。で、これ買ってこの中にポップコーン入れるってこともきっとできるよなって思ったんだけど、待てよと入れたら箱汚れないって思ってやめたのね。で、まあ、これを買うときにね、これは2回目に見に行ったときに購入してしまったものなんだけれども、してしまっただね。うっかり気がついたらカゴの中に入れてしまって、持ってたやつだな、なんですが、これ買うときにね、すごい、友達と一緒に行ったんだけれども、言ったのが、もうすぐ私30なんですよ。なんなら4月の誕生日でですね、30、もうちょうどみそじになるんですけれども、もうすぐ30になる女の部屋にこれ置いてあるんだぜっていうのをちょっとボソって言って、ちょっと心が痛みつつも、いやでもさくらちゃん可愛いから大丈夫だよと思って、絶対大丈夫だよと思って無理に言い聞かせて購入いたしました。でもね、すごく可愛くって、星とかね、雲とかいっぱいあって、ここに桜カードの星の杖のやつがあって、ここにケロちゃんがいて、桜カードもこの辺飛んでてっていうのが一面ぐるーっとあって、ね、ここ封印の杖バージョンはどうだったかな、クローカードがあって、あと何があったかな、ハートとか飛んでたかな、確かで、相変わらずケロちゃんは確かいただったんですよ。すごい迷ってね、可愛かったの。他にもいっぱいグッズあったんですけど、もうちょっといろいろ迷った挙句これを購入しまして、これも多分きっと開けるかも、この中にさくらのグッズを詰めてしまうかも。あ、そうしよう、これ開けるときだけちょっと手袋つけるで、こうさくらのグッズを入れて、これをさらにグッズのケース、専用ケースにこいてしまうってことをしようと思います。今思いついたぞ、そうしよう。ということで、今回紹介しましたのはカードキャプターさくら、マルチボックス星の杖でした。